本日もやってきました。おはようございます。本日もやってまいりました。また来ちゃったよ。1週間ぶりです。1週間経ってないって。経ってへんか。経ってへん。ほんまやな。また来ちゃってる。好きだよね、カンク。助かってます。助かってます。今日はどこ行く。新潟ですか。2年ぶり。そうやな、2年か3年、そうやな、そんなもんです。2年前の年明けに呼んでもらったのな。前は、DC。そうやな、DC に。うん。イケア待っとけよ。もうなんかやっぱ寒いらしいな、向こう。最低気温、もう25とかやけど、15らしいです。15や。ネットリックスダウンロードしないよ、みたいなやつ。やばいっすよ。電気ホックス、ネットロック。エイキさん。電子シフト。J6 おすすめのちょうど1時間53分。あ、いいやん。ちょっとできれへんって。イントロ飛ばせって。ビビッとバイクだね。そこまでにいけるやろ。無理。まだ。あ、まちょめやばい。探してるって電話やって今。さあ行くでー。行けやん、待っとけー。来たー。何回でも飛んだる。行ってらっしゃい。いやん、いるんかな。すいません。違う。おーす。お願いします。お願いします。うっす。タッチダウン。え、すげえ。どうっす。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お邪魔です。お邪魔します。すげえとこにある。めっちゃいい。めっちゃ広いやん。広。マイクめっちゃあるやん。マイクもちゃんとやってるし。ほんまや。で？素晴らしい。うちの一人や。すごい。だいぶかかったんじゃお金。1000万ぐらい。え、なんか飯食いに行く。行きましょう。大浴スターあるわ。あー、ありがてー。ほな、後で。せなげ。いろんなもん売ってる。露天商って感じ。買い物の大。このショッピングセンターの中にあるじゃん。すげえな。市場っぽい感じや。いっちゃおう。ほんまや。あ、いやいや、おしゃれ。いや、すごいな、ここ。うわ、美味しそう。あ、これがタレカツやん。あ、でもタレカツ？いただきたいな。それも、賞味な。でも、どうせやったらタレカツっていうの、ちょっとヘベーさんな感じが。そうやね。ただいま何時？ 3 時50分。夜ご飯遅い。夜が終わりとかね。インタレにしようかな。刺身定食うまそう。おっと、横からカットイン。カットインした。カットインした。僕銀だらです。僕も銀だらで、じゃあ。じゃんけんして。あ、1個で終わり。1個で終わりや。僕はサバでいきます。頼まーす。すげえな、ここ。あ、海が近いの。近いんやけど、なんかこの空間が。わかるわかる。いいですね。いい、そう、いいっすよね。はい、青木酒造っていうところで、はい、隠れ、っていうのがマリコよく出てるんですけど、この中のシリーズの雪男っていう。雪男や。はい。可愛いよな、これ。可愛いでしょ。はい。スノーマンのファンの人が新潟来た時に、はい、帰って帰ったっていう。へえ。スノーマン、ほんまや。お酒はちょっとまだいらんねん。まだ早い。うん、珍しくてきたな。いや、今いらんだけ。あの、昨日ちょっとあれやって。昨日なかったら飲んでたで、飲み。マジで？え、多分飲んでたで。飲もうや。ビールじゃなくて何飲むんですか。やめよう。うん、やめよう、やめよう。どうせ夜飲むよ。まだやっちゃってる。うわー。美味しい。美味しかった。美味しかったな。ここにいる状況を想像できる。ネクスト行ったな、それ。ネクストだよ。はい、どうぞ。お茶パティ食でございます。サラス。ありがとうございます。優しさに溢れてる、多分。うわ、うまい。白ご飯じゃなくてよかったよ。でも、それのこれ見て、新米の白ご飯食べれんねやと思ってた。あ、そういうこと。でも、キノコめっちゃな。キノコも新米の、でももちろん。油乗ってんの。うまい。うまい。
みんな行ってください。めちゃくちゃうまい。新潟ほんま一気に好きになった俺。俺もやっぱご飯美味しいとこ好きになる。なってしちゃうそうやな。それはご飯だけがすべきじゃないけど、ご飯だいぶ重要やな。やっぱまた行きたいかな。なる。ほんまや。でもなんか有名そうやな。あ、来てる。向いてるわこっち。あ。着きました。リハーサルです。あ、セブンやし、七分。何を飲んで。ギガバス。食ってみたいわ。お願いしまーす。デグデグすげえ。ハドスお願いします。いってらっしゃいませ。美味しいですね。今日は、味噌ジュースいいですね。朝日村の純子ちゃんがすげえ。ほんまや。多分パンチは絶対あるし。結構田舎だと出てくるんですよ。純子ちゃん。平年ついてる人。そうなんですか。じゃあ今日お二方よろしくお願いします。はい、お願いします。そこはかましちゃってよ。いっちゃって、新潟とで京都とジャマイカ料理の登場に。はい。乾杯。26歳になりました。ありがとうございます。子供のこれで飲んでそのままゲップして全部吐いたやつ見たことあるんですか。岡山だよ。岡山です。おかわりください。おかわりがとうございます。めちゃくちゃうまい。もう昼間歩いて2人で歩いて街歩いただけでもう好きだわ。もう新潟好きって言ってました。いつでも住んでください。何がいいって言って割り箸分かる。そこや。こっから違い見つけてきてるから。なんですのそれ。マハタ。マハタ。これです。佐渡さんです。ネジマグロいきます。はい。うまっ。台本通りやん。先生こっち行ってください。油揚げと思うじゃないですか。確かに。これは油揚げの形をしたミルフィーユなんだよ。うわ肉みたいな感じです。うわいただきます。うわサウンドオンエア来たな。肉肉しい。ほんまない。やもう南高節やん。まだ出さなあかんよこれ。南高節柴田理恵か西川清かまだ出さなあかん。南高節やばい。めっちゃ出さなあかん。テロップ出てるやろ今。それぞれの顔がこの辺とここと。ここにそうやろ。うまいよな。サワラ行きたいと思う。これもうついてるらしいんでちょっとお塩をつけていただいて。はい、お願いします。やばい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 ですか。なんか香ばしいすごい刺身なのか。ああ嘘でしょ。懐かしい。懐かしい。
確かに。シソジュースなんですよ。へー。夏バテにとか、よかったり。懐かしい。それが、じゅんこちゃんの赤シソやん。書いてあるもん、どこか懐かしい。あ、ほんまですね。こちら、10種類の食材が入ってる。ゴロ飯になります。旨味だけの、旨味だけのご飯になります。バースデーボーイ。どう？お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。2度目の、チャンネル登録よろしく。グワッシュ。